モントリオール地下鉄とは、カナダのケベック州に属する都市モントリオールを走る、1966年10月に開業した地下鉄である。2012年現在、4路線、68駅で営業中で、営業路線の総延長は 60km を超えている。パリ地下鉄の方式を導入し、7 5 0ト直流電化、終電方式は、第方式。 車輪はゴムタイヤを採用している。北中米の地下鉄としては、ニューヨーク地下鉄、メキシコシティ地下鉄に次ぐ利用客数を誇る。セントローレンス川を越える区間も含めて、全路線の全区間が地下に建設された。駅からスムーズに発車して、駅にスムーズに停車できるように、路線にはわざと勾配が付けられており、駅に向けて上り坂となっていて、 ちょうど駅間が低くなっている。このことは駅のホームからでも見て取ることができる。2012年現在営業している路線は4路線存在している。この4本の路線はそれぞれに番号とシンボルカラーが与えられている。3号線が欠番となっているのは当初3号線は他の路線で使われている。 ゴムタイヤではない既存の鉄道路線を走る路線として計画されていたが計画中止となったためである。現在ではこの3号線の代わりにモントリオール大都市圏交通局の近郊鉄道路線のデュモンターニュ線として整備されている。当期のモントリオールは最低気温がマイナス30度、最高気温ですらマイナス20度にしかならないこともある寒冷な気候である。 この影響で全駅が地下駅であり、外気が直接駅舎内に入ってこないように設計されている。ただ、このように全駅が地下駅であるという共通点はあるが、どの駅舎もそれぞれ別の建築家によってデザインがなされており、そのためどれも駅舎の様式は異なっている。それぞれの駅舎にはステンドグラスや彫刻や壁画などを取り入れるなど、 芸術性を重視して設計されている。また、天井が高い駅が多く、太陽光が間接的に地下空間に入るように、地下空間が広く設計されている駅が多い。ちなみに、右の写真のビクトリア広場駅の入り口のデザインは、パリ地下鉄を模した駅舎となっているが、これはパリ市より寄贈されたものである。なお、駅舎内や地下鉄車内での大道芸などは、 基本的に禁止されている。ただし、乗り換え駅の通路には、大道芸人用のスペースが設けられており、そこには、目印として、ハープの絵が掲げられていて、そこでのパフォーマンスは許されている。マギル駅のステンドグラスシャンドマルス駅のステンドグラス、自動改札機モントリオールでの地下鉄建設の計画は1910年に遡る。だが、 実際に、モントリオール地下鉄の建設が始まったのは、1962年5月と半世紀経ってからのことだった。モントリオール万博の開催が決まり、それに向けて地下鉄の建設をすることになった。この頃には、フランスのパリには地下鉄が走っており、パリ地下鉄の技術を導入し、似たスタイルの地下鉄が建設されていった。そして、 1966年10月に1号線と2号線でモントリオール地下鉄は開業する。その後、1967年4月には4号線がモントリオール万博に合わせて開通した。また、1986年6月には5号線が開通したことで、戦術の4路線が揃った。以降、財政問題のため、路線の新設や延伸は1990年代は、 行われなかった。しかし、2002年に2号線を3駅の延伸する工事が開始され、2007年4月には新たに3駅が延伸開通した。この他に2012年現在、4号線や5号線の延伸などが計画されている。上下式乗り換え駅のリオネルグルー駅開業当初から存在する路線。路線番号は1号線。フランス語では、リーニュベルト。 モントリオール地下鉄で最も混雑する路線としても知られている。開業当初から存在する路線。路線番号は2号線。総延長は約 30km とモントリオール地下鉄で最も長い路線。フランス語ではリーニュ・オランジュ。開業の約6ヶ月後から営業している路線。路線番号は3号線。フランス語ではリーニュ・ジョーヌと呼ぶ。 モントリオールの地下鉄路線で最も短い路線。モントリオール地下鉄の中で最も新しい路線で、1986年に開通した。路線番号は5号線。フランス語では、リーニュブルーと呼ぶ。なお、営業中の4路線の中では最も乗客が少ない。ものの、この路線にもサンミッシェルから、先のアンジュまでの延伸計画があり、連邦政府、 州政府からの予算が認可された。2021年に建設開始予定。前述のブルーラインの安住までの延伸のほか、ピンクラインの計画がある。また、既存の近郊電車区間の再整備と新規路線を合わせた REM が建設中となっている。1980から1990年代初頭には3号線、6号線、7号線の 計画が持ち上がったがすべてとんざしている。モントリオール地下鉄はゴムタイヤ式地下鉄である。なお、終電方式は第三機乗方式である。新型車両はズールの車内右新型車両左旧型車両モントリオール地下鉄の759型はゴム車輪式第三機常式である。この車両はラットでできており、各車両は160人乗りである。 各車両は2機の台車の上に乗っており、それぞれの台車には4輪ずつのゴムタイヤが付いているため、1両に8輪のゴムタイヤが付いている。この車輪を4機の直流モーターで作動歯車を介して駆動している。また、電磁回生ブレーキを装備していて、時速10キロメートルまで減速した時に作動する。なお、戦術のように、各路線にはシンボルカラーが与えられているものの、 このシンボルカラーは車両には反映されていない。車両の舗装は青を基調としたものとなっている。2016年には36年ぶりとなるボンバルディア、アルストム製の新型車両のアズールが導入され、置き換わっており、2018年にはオレンジラインの全車両が新車両となった。モントリオール地下鉄の建設が実際に始まった1960年代初頭において、 モントリオールほどの寒冷な気候の地域で地下鉄のゴム製車輪の使用は前例がなかったものの開業当初はパリの地下鉄に使用されていた MP59 を使用した。なおこの車両もゴム車輪式かつ第三機上式である。ゴム製車輪による走行は鉄製車輪と比べると静粛で、またゴム製車輪には振動を抑える効果があり、さらに急勾配。 急曲線にも対応できる。急勾配は最高で6.5%まで途半可能であり、このような勾配は通常の鉄製車輪では登れない。このほか低速での急加速、急減速などもゴム製車輪の方が鉄製車輪より有利である。したがって、勾配があって曲線が多く駅間距離が短いような場合は、ゴム製車輪の優位性が出てくる。一方で、 ゴム製車輪は、鉄製車輪に比べて寿命が短く、より短い走行距離での交換が必要となる。また、鉄製車輪に比べ、ゴム製車輪は、転がり抵抗が大きいため、その分エネルギーロスも多くなってしまうという短所がある。ありがとうございます。